サンドウィッチ&カフェインビゴさんに来ています、はい、オーナーである、はい、横田、はい、マリコさん、はい、マリコです、はい、に今日は取材をしてみたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご出身はこちらです。西脇です。あ、西脇なんですね。西脇です。そうなんですね。今日はその、はい、取材に来た理由として、はい、16日からですね。そうですね。16日から毎週日曜日、はい、玉木リーメの食べルームで、はいはい、久々の久々ですね。本当ずっと食べルームの、はい、あの腹ごしらえ会、あ、はい、そのコロナの影響で中止になってたんですけど、はい、16日から、はい、このインビゴさん来ていただけるということになりまして、コロナの以前はここで毎日ランチをお出ししてたのが、はい、それこそコロナ以降は止まってたので、はい、今はテイクアウトのサンドイッチしか用意してないんです。でランチをするのが私自身も久しぶりです。そうなんですね。ちょっと楽しみです。当日のサンドイッチのメニューってもう決まってますか？はいはい、もう1種類なんですけど。2種類。あ、1種類。2種類。1種類なんですけど、食パンを使、自家製の食パン使ったお野菜をたっぷり入れた、はい、ボリュームのあるサンドイッチです。もう1食で満足、1個で満足っていうぐらいの大きなサンドイッチを用意するので、あとは美味しいコーヒーと。何食限定とかはないんですか？今週末は30食。30食。頑張って30食なんですが。これは争奪戦やね。おそらく。30食分が今精一杯で食パンを用意してるところです。わかりました。焼き菓子の方もなんか置いていただけるっていうのを聞いてるんですけど、はいはい、どういった焼き菓子が？普段ここで用意してるのがチョコレートのゴロッと入ったクッキーと、はい、ちょっとホロッとしたフィナンシェなんですけど、その2点は持っていけるように今準備しているところです。本当久しぶりのランチで、私自身もちょっと緊張するぐらいいっぱいいっぱいなんですけど、はい、スタッフの方も手伝っていただけるようなんで、ぜひ来ていただいて、美味しいパンとサンドイッチとコーヒーを楽しみに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。